皆様こんばんは、ハイバイ我の岩井です。台本と俳優の出会いの瞬間をお届けしております。いきなり本読みですが、去年2月に始まりまして、早くも1周年ということになりまして、その間ずいぶんこの、コロナ禍でいろんな大変な目に遭っている劇場さんの、隙間を縫って挟み込める企画としてすごく重宝されましてですね、去年あちこちでやらせていただきました。いきなり本読み、今回の作演出担当していただきます工藤官九郎さんです。どうぞ。平田敦子さんお願いします。どうぞ。平田です。はい。富田美優さんお願いします。よろしくお願いします。浅野和之さんお願いします。で、中村獅童さんお願いします。よいしょ。どうなるんですかね、本当に。じゃあ、そして今回は工藤さんの台本ということで、はいはい、数ある台本の中から、はい、工藤さんが選んだ台本を、今日は、皆様に演じていただこうと思います。舞台は東京の西の端、ある老舗の和菓子屋名家光月堂、未来人ボイジャー。ふとし驚いてティッシュの箱で股間を隠す。つまりだ、ボイジャーは未来から来た兵士だ。君もボイジャーと呼んでくれ。すせーケツからグー入れて12時過ぎたら中でチョキチョキすんぞ。死のすでにいない。はい、はい、ここまで。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。なんかもう呼んできたんじゃないの。え指導さん練習してきた可能性ありますね。練習してきた。いや、一人だけ半袖で袖で、俺舞台上で確実に熱くなるからって言ってた理由がすげえよかった。やっぱり。なんかもうだってボイジャーがちょっとスパイダーマンに見えてきますね。いや、なんか俺これ変えても大して変わんないような気がするんだけど。あつこさんボイジャー。ボイジャーは未来から来た兵士だ。ふと 2011? 今2011ね。チュレジの年。タイムマティ、タイムマティーカーっていうのを作って。おかえりって言ってあげてくださいね。それで丸く収まるんですから。分かってる。あらほら見ろ、焦げちまったじゃねえか。新記録、イエーイ。おやさん、おやさん言ってるようなもんじゃん。かわいいなお前の姉ちゃん。はい、ありがとうございます、はい、なんかEテレ感がありますよね。Eテレ、Eテレの番組みたいでしたよね。ボイジャーが。そんな皆さんそちら間違いがないですね。何か要望があれば、ね、要望ですか、ボイジャーに。そのうちもう自分のセリフを自分で食うみたいな風になっていくんですよ。ふとしの点点点ですけど、なんか言いかけたりした方がいいってことですね。あ、本当はそうですね。つまりだ、ボイジャーは未来から来た兵士だ。ビンゴ、君は助かる、おめでとう。抱きつく。うわー、ラッキーボーイ、ラッキーボーイ。へい、体育じゃないよ、ほら。じゃ、これで僕は80% が死ぬんですか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。アニメの違いが出ますよね。あ、本当ですか。なんか見てきたアニメが違うって感じが。あとやっぱ浅野さんがどんどん年老いていく感じが。そうですよね。なんか うん、おじいちゃんの部屋に来ちゃった感じが。そうそうそう。じゃあいよいよ真打ち。焼肉やもう。すごいことする。焼肉よ。もうこれがボイジャーっていうのを。うわ、見せていただきましょうかね。浅野さんボイジャーで。つまりだ、ボイジャーは未来から来た兵士なんだ。兵士なんだ。80%死ぬというわけだ。名前。これ絶対無理だし、絶対無理だし。ああもうサンキュー。軍のデータベースから生存者名簿を持ち出したんだ。果たして君の名前があるかな。確認。ありがとうございます。いや、すごいですよ。もうハードルで首吊られてる状態からあれがあんな新しいことをいくつも見つけるって本当すごいですね。実写になった感じしましたね。ボイジャーが。
過去前にあった激怒に気づいてから言い直すっていう新しいですよね。このやっぱ潔さですよね。うん、岩井さんどうしてます台本に、はい、こういうと書きするときって僕頭に書きますね、こういうことが起きるから。そうかそうかそうか。なんかちょっと逆にちょっと役者を騙そうと思って先に書いたり後ろに書いたり本当はだけどこれ絶対そこに激怒が入ってほしいんですけどね、これ絶対無理だしで激怒になるみたいな。そう本当はこうなんですよ。この芝居をどういう風に文字化しようかって迷って多分激怒を一番最後にしてるんですよね。焼いてます。いや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 、そうなの。違う、そうじゃない、そうじゃない。鈴木雅之だって緑はお前な、お前娘ですよ。勝手に思ったんですけど、なんか犬坊のイメージっていうのが、はい、ガクトみたいな、うん、すごく誠実なガクト誠実なガクトって言ったらガクトがそうじゃない。ガクトさんもきっと誠実だと思うんですけど誠実ですよ。あ、でも分かります。なんか、うん、いいセリフね。でもどうしてカモメなの。いい質問です。このニーナっていう少女は大変不幸なんだね。ボロボロなんだ。つまりニーナ精神を病んでしまって。キチガイ。キチガイではないよ。それだと芝居が変わっちゃうから。私はカモメ。いいえ、私は唐揚げ。どうせならカモメを描いてほしかった。女優は残してほしかった。そうだよね、カモメの唐揚げになっちゃうもんね。意味わかんないけど。はい、いいよ。おう、こういうのは見れないですね。見れないですね。こんな、うん、だって決められてないことをこんな勢いでやらされることないですから。そうそう、浅野さんだって多分鈴木雅之のとこ意味は分かってないですよ。全然分かんない。そうだね、通報されちゃうよね。とギターを置くが、もともと当て振りなので伴奏は続く。夕焼け小焼けの帰り道あん瀬戸ボーイ、あん瀬戸ボーイ、あん瀬戸ボーイってね。太子の部屋、試しにうんこ焼きっつって、試しにのれんもうんこ色にして、試しに屋号もうんこ堂にして、半年ぐらいそれで商売したよ。試しにたっちゃんのうんこ焼き、客足ぱったり遠のいてな。 あれは試しすぎたな。ございます。ちょっとな、夕焼け小焼けで貫いたと思ったら今度はすげえ完全に二部構成でしたよね。ああ正当防衛はやっぱ一回じゃ終われないんだなっていうのはすごい感じました。明日からバリバリはやれないけどね、パリ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 なだね。うん、パリパリやるぞ。引くよね。嫌いになった？いいけど別に。ならないよ。だって可愛いじゃないか。緑でもすごい、いやすごいいいと思うんで。冷たくって書いてないのに最初から犬坊に冷たかったの。うん。なんとなくですか？はい、なんか違うなと思う。発泡酒片手に持って。乱暴とかっていうのが、あ、なるほど。なんかチャーリーの前とやさぐれてるから、まんざらでもないんでしょ。返事しちゃった。そんなもんだよ、どうせみんなつまんない人間じゃん。はい、ここまでにしましょうか。はい、まあ台本お尻までやらないのはちょっとあえて意図でというか、俳優さんが初めてその台本にアプローチした時にどういうことが起きるかっていうところに特化してほしいので、 あとは工藤さんの台本を買っていただければと思います。はい、売ってないですけどね。本当に今日は皆様長い時間になってしまいましたが、どうもありがとうございました。お疲れ様でした。どうもありがとうございました。タイトルは教えてくれないんですか。タイトルは、はい、あ、サッドソング for アグリードーターっていう。ありがとうございました。お疲れ様です。